ついにこの日がやってきてしまいました。節約大全の小林です。アキラです。カネちゃんです。あのさ、覚えてる？伏線を回収しに来た。いや、伏線を回収、伏線ね。ついにデビューしたんですよ、俺の40口社内レースコースの。タイトルにもなってると思いますけど、コリー&リーっていう、コリーとリー、コリーとリーっていう馬がデビューしたんですよ。そこで切るんだね。コリー&リーさんです。コリさんとリさん、なるほど、がデビューして、この馬はですね、ちょっといわくつきの馬で、いわばですね、シャンドバルス2みたいな。あ、ね、去年シャンドバルスいろいろやりましたけど、どんないわくかっていうのをですね、ちょっと動画を見てきてもらいたい。皆さんにすげえ超絶面白い動画があるんで。何なんだろう、マスク。55分になってます。なんだろう、だから今日運動分けが一人で、まあ、家の中でもね、ちゃんとマスク、小橋さんから大事な指令を受けまして、それを取っていきたいなと思っております。社内サラブレッドクラブの第二次募集がですね、まもなく始まるということで、一頭頼んでくださいということで、小橋さんから、指令を受けましたので、電話で一頭申し込み、申し込みチャレンジですね、やってみたいと思います。申し込むのはこちらです。55番アスクデピティの20、エピファネイガスさんです。こちらをなんとか申し込めるように、今から電話でチャレンジしてみたいと思います。初めてのお使い2ということですね。アスクデピティ一口100万円、こちらですね、金額は全然違うので緊張しておりますけれども、頑張りたいと思います。今日は室内なんですけど、やっぱり感染対策が必要ということで、マスクを着用してお送りしております。真夏日ということで、30度超えをしているということで、熱中症対策が必要ということで、こちらですね、27年ワンダモーニングショット、ミラルゴール、気合いを入れなきゃいけないですからね。クラウドですね、見てきてもドリンクヘルメットにセットしまして、万全体制で熱中症対策もして電話チャレンジをしてみたいと思います。びっくりしたね、なりました。何だろうこれみたいな、急にこんなん始まってさ、どうするかですね。はい、そうです。なんか急にさ、これで真面目にさ、なんか申し込みされてもさ、困るよね。何にも入ってこない。 R1 グランプリ優勝だよ。いや、惜しかった。惜しかったじゃねえんだよ。いや、惜しかったじゃねえんだよ。申し込みしたいんですけども、あ、繋がったみたいな感じでこっちうなずくじゃん。それもまたさ、うなずいてんじゃねえ。マスクデッキの20、編集中。あ、そうですね、はい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 、しない方が一括でお願いします。はい、一括でってどうぞです。はい、はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。はい、失礼いたします。はい、ということで、55番アスクディクティの20、一括で申し込むことができました。いやー、よかったよかった。いや、思ったより早かったですね。今、13時8分ですね。20回ぐらいチャレンジしたんですけど、ようやくかかりまして、電話越し、向こう様でしたけど、さんでしたね、担当は。向こうは電話の音がガンジャンになってました。はい。まあ、やっぱり申し込みの人、多数ってことですよね。無事、初めてのお使い2、小松さんの指令を受けて、アスクディクティ、申し込み完了しました。ああ、そうね。以上、2階建てのタワーマンションの1階から、近藤明がお届けしました。見てもらったでしょ。一個だけ聞きたいんだけど、はい、このマスクの上にメガネするんだね。ちょっと待って、その前に、アキラさん、はい、何かぶってきたの？やっぱりこう、謝罪しなきゃいけないと思って、コリアンドリーデビューって言ったら、もうこれしかないです。飲料戦隊、飲料戦隊ドリンクヘルメットって書いてある。ちょっとちっちゃいんですよね。そうですね、ちょっとおはよう、はい、オマリースタイルっていうんですかね。オマリー、はい、ちょこんと乗ってる感じですね。これで、アキラさんに、申し込んでもらって、はい、こうやって申し込んでもらって、大惨事の中申し込んでもらって、今見ても面白かったね。本当面白かったでしょ。今年一番笑った。2年前のネタで。ありがとうございます。なんかこう、マイクがついてるみたいな感じになってますけどね。テレワークみたいになってる。なんかちょっと似合うよね、普通に。まあまあ今日はこれを、ちょっとこういうのだよっていう。実物を持ってきてくれたっていうことだよね。で、これをつけて、まあ、申し込みをしてくれて、あの時、まあ、大惨事になりながらも電話をずっと続けてくれてたのね。あれね、本当にビビりましたね。開始2分前ぐらいにあれをやっちゃったんで。あの、撮ってきた動画を小橋さんに渡す時に失敗した部分隠そうとしましたよね。そうだっけ、そうだっけ、それはちょっと覚えてないんだよね。いや、それ出せよみたいな感じで。違う、そうだカットをしてたのか、自分で。いろいろあって失敗しちゃってる部分があってって言ったら、それ出してよって見たらめちゃめちゃ面白かったっていう。あれね、フローリングなの？下フローリングです。だからで、さっき電話してたんですけど、あの時はもう床びっちょびちょです。あのリアルゴールドの海になってました。
あれも相当こぼれたの、あのままドバ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 、本当はこれ機能するはずなんですよノンストッパーで全部問題で、偉いもんでこうこぼれるのをしばらく見るんですよね、やっぱね見てたね、はい、えどうしてこうなるんだろうっていうそこの様子をね、はい、ちょもう一回見てる2秒ぐらい見てる、そうそう見てる、これ閉じればいいんですけどね、見てるんですよ上に向けてんのちゃんとねこううまく出てくるんですよね昔の団地のあのなんだ給水塔方式、高いところから下に降りる圧力で、しっかり水道出るっていうさ、アキラって水分と絡むと面白いんですかねこれだから今日の動画はコリー&リーがデビューしたんですけど、はい、まあ、それはその話です、ね、その話をというところに見せかけてこの動画をもう一回出したかったんですよ。あ、そういうことなんですかもうだってあれからだいぶ経って2年1年半経ってるから、だから全然知らない人いるでしょ、これ。あ、そうです、ね、生まれてるから俺はこれで1万回再生いきたいもん。グーでしょ、そうだ、メントスコーラみたいなもんだから、これ新しいヘビーなね、あの見ていただいてる方も知らないかもしれない、知らない、もうそうだよ、だからもう一回見て、さくらさんももう一回見て、もう一回笑ってください、これちょっと電車の中で見ない方がいいですだってこれが良かったからこれ切手にしたんでしょ、そうです、そうそうこのパターンね、そう、ね、あのこれね、そうです、そうです、もうハゲてきちゃってるけどはい、今日の動画ちょっと待て、まだもうちょっとだけ、もうちょっとだけ続くんじゃ、違うの、もうちょっとだけ続くんです、もうちょっと、うん、で、はい、で、まあ、まあこれをやって、で、はい、その後まだこの動画にはまだ続きがあって、ちょっと一応あの概要欄にリンク貼っときますけど、この後、じゃあアキラさんが当然申し込んでもらったんだから、はい、このままがもしね、万が一走んないようなことがあれば、うん、まあ、これはアキラさんが謝罪するべきだよねっていう話になったんだよね、そう、うん、大体アキラが40口のまあもう全部アキラが謝罪するみたいな、そうで、なんか条件がありましたよね、そうで条件、シャンドマラソンの時はヒアシーズステークスで出るかどうかっていう、最初ね、エルフィンステークスって言ってたの、はい、うん、このゴリアンドで牝馬で、はい、でフィアデイヤ3区で、うん、当然そう、あの芝のねクラシック路線桜花賞に、なんなら桜花賞オークス勝ってほしいからね、うん、ナショナルフラッグ牝馬ですよ、由緒正しき、で、おばあちゃんは丸か小町ですよ、丸駒ね知らねえだろそんな味噌みたいな言い方すんじゃねえよ、スラムダンクの川田兄弟は丸ゴリだもんね、俺の丸米をそのままスルーすんのやめて、味噌みたいな言い方すんなよ、はい、それは丸米だろっていう、なるほど、流してね、流して大して面白くないので上書きするの本当にやめてもらっていいですかこれがね決闘表ですけど、そう、ナショナルフラッグ、うん、丸が小町、アスクデピティ、うん、まあ、この由緒正しきナショナルフラッグ牝馬の社大ファームの生産馬、もう社大レースコース今年大活躍じゃないですか、ね、はい、うん、ね、新山記念を勝って、で京成杯も勝って、うん、もう大活躍、このクラシックまで突っ走れみたいな、うん、そしてこれ満を持してですよ、コリー&リーがデビューしたんですけど、うんうんうん、それはもちろんね、そうですよ、それはそうですよ、当然、うん、まあ、でもちょっと小町さんのね新馬戦となると3もあるかなとは思いますよね、あると思う、はい、結果3着です当たりだよあれダートはもしかも、しかもダートですよ、ダートでデビュー、はい、で、勝った馬がキス・オン・ザ・チーク、馬主が車体レースホース、バカ野郎車体レースホースなんだよ何買ったの、あ、ごめん間違えた、噂のあの子だったこっちですね、はい、これですよね、キス&チークです買ってますちゃんと、はい、コリアンドリーです、あーそうね、はい、これ見たよ、これあの頑張れ馬券だったの、そうです、コリアンドリーは頑張れ馬券なのにキス&チークは単勝っていう、おい完璧じゃねえかダブル的中換金しないもんね、こんなもんね、いや、記念馬券だし、どっちも換金してやりますよそうですか、換金してやりますよ、まあ、アキラは馬券コピーで換金っていう流れになります、そうかそうか、うん、これもさ、間熱だからさ、またコピーしといた方がお金にはいいんだよね、そうなんですよ、消えちゃうんだよ、消えちゃうんですよね、うん、だんだん黒くなっちゃう、黒くなるか、そのまま薄くなってる、黒くなった部分が薄くなるやつだ、そう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 、ダート3着、ダートで3着、コリー&リー、しかも勝った馬が同じ車台、はい、ほっぺに中です、そうですね、ほっぺに中です、いや、50万円、6000万円のものですね、こっちも4000万の馬なんだよ、高えんだよ、値段通りだったというこの、ね、
このエスキモーキセスのとハーツくらいの子って去年の募集でめちゃ高かった気がするんだよね。あ、そうなんだ。ほら見て、一口300万本当だ。で、アキラさんがその謝罪をする条件、はい、オープン特別だろうと、まあ、リステッドとかオープン特別とか、うん、まあまあ重賞とかもそうだけど、要はそのクラシックの前哨戦に出れるかどうかみたいな、はい、そういうところが、まあ、エルフインステークスもそうだし、クイーンカップ、なんかチューリップ賞とか、はい、言ってましたよ、いろいろ。そう、忘れな草賞とかね、言ってましたね。あの辺のレースをどれでもいいからとにかく出れればみたいな話をしてた気がしますね。で、最後に、泣きのカーネーションカップ、これがね、これがあることがね、唯一救いなんですよ。まあ一生クラスだね、カーネーション、はい、カーネーションカップということで、まあそこに出れれば謝罪は回避。しかし、今挙げたレース全部下のです。あ、ちなみにコリアンドリーって言ってますけど、コリアンドリーというなんかね、あの紙吹雪という意味らしいです、イタリア語で。違うね、コリアンドリーじゃないんだ、ね、違う、その辺分かってます。ちょっと出資してますから、もちろん分かってますよ。ダートでデビュー、レース後の公式のコメントね、まだ幼さを残している現状で、調教でもやや一本調子のところがあったこともあり、ダート戦のデビューとなりましたが、砂の走り自体は悪くなかったですね。砂の走り自体は悪くなかったということは、もうこれダートで続戦ですよ。でもレース後の状態に問題なければ続戦していくつもりですと話していました。なのでもう一回、もうちょっとね、うん、レベル低いなんか未勝利のダートってさ、はい、こう勝ち上がってもらって、うん、でそれで、なんかちょっと一回使って一回叩いてカーネーションカップみたいな、そんなローテーションか、ありえそうですかね。ありえます。いつなのカーネーションカップ？5月です。5月か。やっぱカーネーションといえば母の日だ。そうだから5月だよね。母の日は5月か。 NHK マイルカップがだいたい88になるよって、母の日だからっていう、何回も言ってるこの話も、まあ、NHK マイルカップのために言っている。フジテレビがマイルカップって言って NHK ちゃんとつけろって言われたぐらい言ってるわそれ。でも3着だったらね、うん、変わったかと思ったね、4着。はい、勢いが違いましたけどね。まあでもなんか垂れた逃げた馬をねずっと追っかけてって、うん、そうそう、4本は勝ちに行きましたね。そうそうそう、うん、まあそれはしょうがないかなと、ある程度しょうがないかなと思ってます、うん、ただまあそんなことはどうでもいいです。今日はとにかく皆さんにあの動画をね、掘り起こしのあの動画を見てほしかった。いや、あれは歴史に残る動画だよね。そうだね、うん、節約大全史に残る。ぜひ皆さん拡散の方よろしくお願いします。あと、アキラがシャワー浴びるやつとかも面白いんで見てください。メズム東京ですからそれは。これかメズムで悪ふざけしたやつですね、みんなで。課長のやつですね。あ、そう、課長のやつ。あれいつか自分がやるんじゃないかと思って、課長のスタイルは家に置いてある。はい、毎回こう行ってないですけど、過去の旅行の時とかにカッパとシャワーキャップは準備はしてます。やれよ、じゃあ。こんだけは見えちゃうじゃないですか。あれも課長バージョンかな。すごいな、はい。でも出してないですから、まだね。いつかは出るかもしれない。いいのかな。まあ、これ俺たち雑談動画なんでね。まあまあ、いいんです。こんな感じで。まあ、なんでコリアンドリーがちゃんと勝ち上がってくれることを祈って。勝ち上がるだけじゃダメなんですよ。5月、なんとか。カーネーションカップに出る、はい、出ないという。出ればいいの。出れば OK。出れば OK。でもさ、なんか志低いこと言ってるけど、別に忘れな草賞とかさ、オークストライアルとかさ、普通に出るかもしれないわけじゃん。なんなのその目指せカーネーションカップ、一回叩いてカーネーションカップって本番やんそれ。そうです。そうですじゃねえんだよ。いけるっつっただろ。いけますよ。本当に。というわけで、コリアンドリーの応援をよろしくお願いします。ちゃんとくるってやれよ、くるりんぱやるんだったら。なんなの、これ、本当に伸びてました。本当に不器用。こんなに伸びてましたね。再チャレンジ、再チャレンジ。